こいつか、こいつか、こいつか、こいつ。赤ひれ繁殖計画第2弾、絶壁レイアウト水槽、どうもサモリです。少し前にやった赤ひれ繁殖計画、その稚魚が今ね大きくなってます。これ、これですね、色が出てきました。で、前回の計画、それはね、サテライトボックスでやったんですけど、このやつ、今ここにね、ちょろっと見えてます。外掛け式のやつ、これですね。今はメンテナンスして、取り除いた草、入れてます。現在水は循環してません。おそらく捨てると思うんですけど、今ここで保管してます。そして今までの経験っていうんですか、失敗、いろんな失敗してきたんですよ。あれ、顔だ、顔ですね。これ前回の動画よりも何匹か少なくなってます。それらを踏まえてもう一度やれば成功率も上がると思うんですけど、今回は別な産卵ボックス、宙に浮く、上下する。この水槽にはね、エビがいるんですよ。それとスネール、ラムズ、せっかく卵を産み落としても、おそらくね、エビと貝たちに食べられてる、そう思うんですよ。そんな理由で産卵ボックスが必要になってくる、感動の一瞬を。産卵箱、これを使ってやってみたいと思います。開封します。どうもサボリです。はい、プラスチックケースで、意外に狭いなぁ。狭い。今まで使ってたよりもかなり狭いです。この付属品。ここですね。カチャ。これがね、水によって動く。そんな仕組み。穴が開いてる。あ、ここにも、ここにも。この奥にね、穴が開いてます。こっから落ちるのかな。今回キスゴムなんでね、少し心配なんですけど、これ楽しみですね。一旦洗ってからセッティングします。ちなみにね、これ大きさが全然違います。これ大丈夫なのかな？全然違いますよ、これ。かなり心配。とりあえず。浮きますね。浮きます。そしてキスゴム。これを、ここら辺かな、ここら辺、ここら辺、
こんな感じ。水位が下がれば、これが下がってくる？あ、ちょっと抜けた。なるほど。浮かんでます。かなり狭い。この狭いスペースにペアで入れなきゃいけないんですよ。オスとメスを入れなきゃ、卵が受精しません。これもね、一回失敗したんですけど、オスも必要です。はい。こっからね、オスとメス、ペア。一番お腹の大きい、これかな？これパンパンだろ。こいつで。こいつだ。ほっ。よし。はい。引っかかってるよ。うわ、狭いな、やっぱり。かなり狭い。大丈夫なの、これ。ほとんど泳ぐスペースがありません。そしてオス。ちょっとちっちゃめのやつにしようかな。あ、やっぱり元気だ。うわ、難しいぞ、これ。かなり難しい。はっ、よし、来た。はい。カメラワーク追いつかない。これ大丈夫？これ大丈夫かな？かなり狭い。かなり狭い。これはね、ダメです。これはね、グッピー用だ。泳ぐスペースがほとんどないんで、対策。これを外そう。これ外して。これ外してね。これでやります。少し泳ぐスペースができたんでね。ギリ。暗くない？大丈夫？あ、ごめん。ここで少し、細部確認してみるか。どうせなら。わかるかな？奥の方にいる。奥の方にいます。これが邪魔だな。お、オス。なかなかね、ピント難しいんですけど、ピント固定でやってます。こっちがメス、おそらく。お腹が大きいメスでね、ヒレんとこね、少し白いんですけど、これは病気ではありません。逆に状態がいいと白くなるらしい。ここですね。これ。これですね。ギリギリですね。この大きさはペアには少しね、厳しいかもしれないんですけど、とりあえず、これで、観察続けます。今ね、一匹脱走した。やっぱりこれ蓋がね、なきゃダメですね。一匹ね、脱走した。蓋が必要。これで、さっきの映像と個体は多分違うと思う。
多分違うと思います。この新ペアでやってみたいと思います。で、前回はね、これ飼育水を循環するだけでは卵がかびちゃったんですよ。で、今回どうなのか、ここにたくさんの穴が開いてるんで水の循環はいいと思います。無事卵を産んでくれるのか、そして卵がかびないのか、で、稚魚がちゃんと育ってくれるのか、楽しみです。はい、こっちのサテライトでやったやつはね、過去動画で再生リストあるんで、だいたいタイトルでわかると思います。以上、上下する産卵箱でした。ありがとうございました。とりあえずね、動画なんで上下するシーンだけ最後おまけで。下がってる？あ、これな、斜め。あ、下がってる下がってる。わかった。これね、斜めにね、セットしたらダメ。水平に、水平にセットして。水平ですね。上がるかな？まっすぐに。ん？どうだ？あ、上がってきてる。これ以上上がんないんだ。これだけ水位があるとね、ベタの飛び出しが怖いんで、若干最後下げて。あ、下がってる下がってる下がってる。これぐらい。オッケー、オッケー。多分オスだよな。確認しよう。